我々は洗脳の、民主主義を打倒粉砕すべく、我々は活動しております。そうです、戦後の民主主義ね、戦後と言っても未だにこの植民地化されている日本、何も動こうとしない永田町の政治家ども、あいつらを抹殺しなければこの日本はこの先どうなるんでしょうか。そしてもう2月もね、こんな時期入ってます。今日は18日、あと10日であっという間に終わってしまう。しかしね、2月に入ってからね、窃盗事件の問題、そして隣の品どもの偵察気球、そしてまた品人のね、女性の無人島の買い取り問題、はたまた先日お隣の埼玉であった郵便局の強盗事件、噂によると日本人ではないという犯行であると話ではありもございませんかね。この日本はいかに物騒なとこになってしまったのか、いいニュースは全くございません。それにかぶせるように今のね、政府は税金増税増税、所得税ね、子ども手当を重視するためにサラリーマン、そして年金受給者にから税金をね、吸い取って、どんな子育て支援金をするのでしょうか。そしてもう一つ、噂によると23年度にアメリカから巡航ミサイルね、トマホークというミサイルをね、500個の日本に導入するという話でございます。しかしながら先日我が国が開発してる種子島から飛ばすロケットがね、まあ報道によれば打ち上げ失敗という人もいるね、報道局もいますが、打ち上げはやめてしまった、延期になったと言いますが、我が国のね、純国産か国産か知りませんがね、そのね、飛ばす技術もないのによその国からね、そんな巡航ミサイルなんか買って飛ばせるんですかって話なんですね。まあもともとね、500発もあってもこの国はボタンは少々失礼します、緊急車両通ります。失礼します、続けます。そういうね、ミサイル、先ほど言いました巡航ミサイル、30、40年前から飛ばしてる、アメリカ軍は飛ばしてますが、そして迎撃率は低い、そういうやつを500もね、買い取ったって飛ばす力はないんですよこの国はね。なんとこ見ますけど、あのミサイルでね、アメリカがぶち放ったミサイルで敵国、そうです、イラクがね、イラクに住んでる罪もない子供たちが何百人何千人、いや何万人と亡くなってんじゃないんですかね。そんなこと今の日本にできるわけないでしょ。そしてそれを支持を出す今の首相岸田はともかく、後々続く総理大臣が発射ボタンを押せというのか、自分で押すのかって話なんですよね。するわけない、100がやって一理ねえんだよって話なんですよね。それをわざわざなんで買うのって、それはアメリカに媚び売ってるだけなんじゃないんですかね。そんなね、媚び売るために我々のね、税金所得税とか何でもかんでも上げる、そのための増税なんかやってる場合じゃないんですよ我々ね。国民に向かってね、あいつらはね、国を守る守るとかなんか言ってますけど、そんなところで使ってる場合じゃないんです。アメリカから武器を買って結局使わねえ武器なんですよ。そんな武器なんかね、いらねえって話なんだね。よくね、極左の人もね、反対反対って言ってる、我々だって反対、理由は何で、あれなんで我々なんかね、無駄な金でそのね、アメリカ軍にね、買ってくださいって言われたやつを無理やり使いもしねえのに買うんだって話なんです。所詮何十年何百年経って廃棄してしまうんじゃありませんか。そんなの言ってる場合だから、何でも増税増税、そして今物価高あるんじゃないですか。何も国民の味方になってないんですよね。今ね、ファストフードでさえね、この間以前そちらのね、有名なファストフード店でさえね、値上げして、もうとうとうね、手軽に買える年頃じゃなかった、もうワンコインでは買えない
食べれない。そして今ね、もうもっと安かった牛丼屋ね、名前は分かんないですけど、その牛丼屋がね、とうとう20〜30円、40円値上げするって話なんですよ。庶民にしては大変なんです、その20円、30円。我々ね、思うんですよ、ね、我々の税金を高くする、そしてね、あの年金受給者のね、年金から引かれる税金を引く、そんなことやってる場合あったら、てめえらのね、永田町の政治家のね、給料だって下がるべきなんじゃないんですかね、一定に上がらないでしょ。そしてね、よくね、我々ね聞きましたけど、そんなね、何百人か何千人かにしてね、衛生議員とか永田町の議員の給料下がったって、そんなね、その国で全員のね税金が賄えるって言ってね、食料値上げだってなくなるとか、そんなことはねとか言ってるけどね、ただね、言っちゃ悪いけどね、永田町のね政治家じゃないですよ。私がね思うにね、単なるね職業政治屋さんって言うんですよ。政治屋の給料なんか一銭もいらねえって話なんだ。無償で働くのが政治家なんでしょ。それなのに何にも働かねえ。なんか働いてますかやつら。去年のね衆院選とか参院選とか夏あったっきり、なんかやったって成果残ってますかって話なんです。それで先週あたりから我々凱旋中によくね、わけわかんねえ政党が、我々が凱旋中にですよ、ノーノーとねスピーカーで名前を連呼する、政党名を連呼する、そんな無礼なことってやってるんですよ。今から4月にわけわかんない人気投票が始まりますよね、統一地方選とやらのね、投票箱、そんなことや頭にしかないんですよ。そして来週ですよ、来週の2月26日には自民党が党大会を開く、そんなことやってる場合じゃないんだよ。国民のために動けって話で、一丁前にね、金持ちがねしか泊まれねえようなホテルでね、大広間大会頑張ろう頑張ろうなんて、そんなことやってる、シャンシャンで終わってるね、くだらねえことやってんじゃねえ。国民のために何か考えるべきなんです。自分らの政党がね、議席を獲得、増やすためのね、そんな気合いの入れた大会なんかいらないって話なんですよ。みんなね、国民のために戦う、そんなことは大会と、そういう思わなきゃ政党はダメなんじゃないですか。そんな政党なんかね、潰す気でぶっ潰せって話なんです。その割にはね、あのね、岸田のバカもね、いつまでやるんだか知らないですけど、ね、まあ、さね、以前も言いましたけどね、私ね、あのね、秘書官にやってるやつが実の息子じゃないですか、岸田のやつは。それで話聞いたら、この間ね、イギリス外交外遊だか行ったみたいですけど、そのお土産の話ね、公務でね、公費で使ったか知らないけど、公務車で使って、てめえ一人で秘書官にね、息子の秘書官に買い物行かせて、ネクタイ一つ二つお土産があって大騒ぎになったっていうけど、この岸田も岸田バカであって、なんで息子に行かせるんだって話なんですよ。どうでもいいんですよ、お前そういうことやってんのかじゃなくて、もともと政治家ってそういうもんなんです。あのね、もともといる、今もうバラバラになったね、は野党のメンツだって政権握ってた時、外遊あれば何か手言ってたね、お土産だって持ってった、一人一つなんかネクタイ買ってやったり、閣僚にね、そういうことやってたんですよ。その前に為替に行かせんじゃなくて、息子の秘書官に行かせて公費でやるんじゃなくて、もうちょっと上手い具合の使い方あんじゃねえかって話なんです、ね、そもそもね、うちらでさえ、庶民でさえね、ねお土産なんつったらね、まんじゅう20個入れる人はこうやってみんなに配る、小分けして配る、そういうのがお土産なんですよ。いちいちね、高いね、10万もするようなネクタイなんかね、一人一人やってる、それだってね、税金だったら大詐欺っすよね。そういう無駄遣いをしないようにね、無駄遣いするんであれば、我々はね、真っ先にね、このね、今いる永田町の政治家どもを抹殺すべき、そんなことを考えてんであります。これはね、何度も言いますけどね、世界情勢、それで結局その品中共ね、品、そんなやつらね、もう外出てけって言っても、結局言えないのが、今の永田町の政治家、日本政府じゃないですか、ね、日本政府が言わない代わりに我々が言ってるんですよ。品人道、お前らな、言うこと聞かねえ、無人島はね、無駄に帰る、ね、偽名、名前はね、名前は日本人と名乗って、実はね、書いては中国人でしたって話でしょ、噂では。
そんなことやって、それは怒んなきゃダメです。で、法廷内で関係ねえとか、ね、高市も言ってた。そんなことじゃねえんだよ。今ある期間がどうすんだって話なんですよ。はい。ね、沖縄ですよ。そしたら、まあ、結局、シナ人どもはどうもありがとうございます。シナ人どもはね、結局ね、大騒ぎになったコメントね、コメントは SNS で、これで我々の領土になったとか、バカみたいなこと言い始めんですよ。ね、まずないのは確かですけど、あんまりにも、もう以前から宅地ね、中国人に取られてるの分かります。北海道のね、雄大な土地もね、買い付けてるのは、名義的な日本人ですけど、中身、ね、中国人じゃないですか？ね、中国人だけでもないと思いますけど、そのね、我々の国土を守るに、何が政府は動かないのって話なんです。だから我々は、この腐れ切った日本政府どもに、変わって訴えるんであります。民族の意思同盟組織部部長務めております和田浩二による答弁でございます。ご清聴のほどよろしくお願いします。先ほど来羽賀同志がるる申し上げた、この腐敗堕落混迷、今はまさに国家存亡の危機。それはなぜか、国の舵取りをする政治家どもが堕落しきってるからじゃありませんか。皆さん、今国民は今日の飯にありつくのが精一杯であります。途端の苦しみを味わってるわけであります。地べたを這いつくまり、今日の飯にありつく、今日の家庭を一生懸命働いてありつくのに精一杯にもかかわらず、大企業、政治やマスコミ、こういった連中は日々大した労働もせず、たらふく腹を膨らましているわけであります。今この格差ますます広がる一方、止める者はますます富み、一生懸命頑張ってもなかなかその努力が報われない、これが現代の社会構図じゃありませんか。皆さん、その意味で真の敵というものを我々は叩き潰さなくてはいけないわけであります。永田町も敵、大企業も敵、大マスコミ、大新聞も敵、アメリカも敵、中国、韓国、朝鮮も敵、今この戦後というものは全て敵なんであります。1ミリたりとも我々はこの戦後体制というものを認めるわけにはいかないのであります。その意味でこの戦後体制、戦後デモクラシーというものを叩き潰す今、とても大事な時期に来てるんじゃありませんか。皆さん、この日々の享楽にうつつを抜かすファッション、あるいは趣味、スマホ、パソコン、このようなものにうつつを抜かしている、その隙に永田町の政治家どもは、あなたたちの財産、資産というものをごっそり搾取することばかり考えているわけであります。増税もしかり、調子のいいことを言っては皆さん方一人一人から搾取することしか考えてないんです、あいつらは。電気代も来月からますます上がるというじゃありませんか。今現時点でのこの電気代の高さ、ガス代の高さ、悲鳴を上げてますよ各家庭は。奥さん方の井戸端会議で聞こえてくる会話というものは、光熱費が高い、物価が高い、この話ばっかりだ。
でテレビをつけるわ。ルフィだかキムだかいう強盗殺人、このような凶悪犯罪が蔓延している。それもなぜか、全てはこれ資本主義が悪いんじゃないですか。皆さん、資本主義によって人心の心は荒廃、格差は広がる、頑張っても報われない、頑張っても報われないのが資本主義体制なんじゃないですか。皆さん、ますます我々は日本人古来から持っているこの精神、神道精神というものはこの資本主義というものに全く合致しないわけであります。我々の本来の国体というものの理想というものは君民一体、差別なき、搾取なき、皆が平等、真の民族共同体でもって皆が平和で、人間も阻害されず人間らしく豊かに生きていく、これが日本の古来の国際思想じゃありませんか。皆さん、そのような国際思想には資本主義というのは全く不釣り合いなんであります。この資本主義というものが我々日本人を毒しているわけであります。それをますますエスカレートしてきたのがこの戦後アメリカナイズされた弱肉強食のアメリカナイズの資本主義社会じゃありませんか。皆さん、なぜ我々はいつまでもアメリカのケツを追いかけアメリカの真似をしてアメリカ人になろうとしているのか。どうあがいたって頑張ったって我々は黄色い白人にはなれないんですよ。皆さん、日本人はその意味で今この時代だからこそ新しい経済の構築を考えなくてはいけない時期に来てるんです。資本主義、新自由主義というのはもう限界が来てるんです。その意味で我々は本来の原点に回帰しなくてはいけない、日本に回帰しなくてはいけないんです。我々の民族共同体という思想があるんです。これは遺伝的に西洋の個人主義、自由主義、これは我々の本来持つ日本人の血には流れてないんです。自由主義、個人主義というものは結局はてめえさえ良ければいいという身勝手な考え方なんですよ。皆さん、悪人の考え方というものは我々は皆一緒、皆で相互扶助、助け合い、そういう民族なんです。それがいつしかぶち壊され、共同体もぶち壊され、すっかりアメリカ人になろうとしてしまおうというこの低たらく、今一度言います。皆さん、我々日本民族は本来の古来の神道の精神に立ち返り、一から出発しようじゃありませんか。今のこの経済体制は終わりです。終わりが近づいてるんです。全部皆さんの労働、そしてマイナンバーカードだってそうだよ。マイナンバーカードを作れ作れて散々煽ってるけども、あれを主導してるのはパソナ、悪名高きパソナ、竹中平蔵というあの漫画みたいな顔した親父の、皆さん覚えてるでしょう。マイナンバーカードを作ることによってあいつの懐が超えるわけだ。だから政府と一体となって、あの河野太郎というわけのわからないどす黒い顔した男がのこのこ出しゃばってきて、マイナンバーカードを作れ作れって煽ってるわけだ。2万円という餌をぶら下げて、2万円という餌にぶら下げて、それに皆さん2万円が欲しいからよだれを垂らしてついていくんですか。そんな情けない民族ですか我々は。たかだか2万円が欲しいがため
役所に殺到してるというニュースを聞く。全く情けない話ですよ。なんとかカードを作れ、A だか H だか P だか知らないけども、なんとかカードを作ればそれを申請してやる。私は最後までこのなんとかカードっていうのを作らないでおこうと思ってます。最後までへそ曲がりですから、私は作らないで、どこ、まあその間に死んでしまうかもしれないけども、竹中平蔵の利益になるぐらいだったらこんなカード私は作らない。これは私個人の意見ですから、皆さん方に強制はしません。話題を変えます。トルコ、シリア国境付近で起きました大地震、何万人という尊い命が奪われました。我々もトルコという日本に友好的な気持ちを持つこの国民が一瞬にして命を奪われたことに対して非常に胸を痛めております。機会を見つけてトルコ大使館に激励凱旋に行きたいと思っております。その意味で我々が忘れてはいけないことが一つあります。たかだか12年前ですよ、12年前、3月11日、この我々の日本国で何が起こったか。12年前の3月11日東日本大震災、未曾有の大震災、そして大津波による福島第一原発の事故、人災ですよあれは。それで福島の人たちはいわれもない風評被害に遭い、ふるさとを追われた。東京を中心として関東にやってくる福島ナンバー、いわきナンバー、車で避難をせざるを得なかった。子供たちも転校せざるを得なかった。同じ日本人、同じ同胞でありながら福島から仕方なく故郷を捨て避難してきた人たちを差別したのが東京を中心とした関東の連中なんだよ。皆さん、子供たちをいじめ、原発の放射能だ放射能だ、そういうことをやっていいのかよ皆さん。非常に私は今でも思い出すと腹渡が逃げくり返る。たかだか12年前、私たちは忘れてはい、このままあの 3.11 を忘れてはいけないのであります。ことあるごとに我々はあの大震災、一瞬にして命を奪われた人たちの悲劇、故郷を追われた人たちの悲劇、自分事として考えていかなくてはいけないわけであります。それが真の民族共同体を再構築していく一丁目一番地であると私は確信しております。そしてもう一つ、なぜに未だに日本人拉致、北戦による拉致された同胞が5人帰国のまま20年以上経過したにもかかわらず一歩どころか半歩も進んでいない、北朝鮮に乗り込む国のリーダーもいない、これが国民のためとか国家のためとか身を粉にして働くとか偉そうなことを言ってる、言葉ではいくらでも偉そうなことは言えますよ皆さん。本当に北戦による日本人拉致事件、これ一人残らず解決したいのであれば、するのであれば、国家のリーダー指導者が一人単身乗り込み、そしてその場で死んでくるぐらいの覚悟が必要なんじゃないですか皆さん。それでもって日本の魂を振起させ、あいつが北線まで乗り込んでって殺された、よくやってくれた。人間の命というものは有限です。
いつかなくなっちゃうんです。しかしながら日本人拉致された日本人を一人残らず救うため自らの命を北線の地で散らした、こういうリーダー指導者が一人おれば、そこまでやってくれたんだから、諦めてしまうというのは残念だけども、そこまでやってくれたんなら我が国のリーダー叩いてやろう。これまで何もしてこなかった自民党のリーダーが悪いんだ。例えば岸田が北線に乗り込む、北線であいつが死んでくる、立派じゃありませんか皆さん。それで一つの線引きを引いたっていいんです。いつまで経ったって解決しないから、死んでる人はいっぱいいるんだ。それにもかかわらずいつまで経っても拉致事件を解決してやるだなんだろう、偉そうなことばっかり言って胸に青いバッチバッだけつけて何にもしねえのが永田町のボンクラ議員じゃありませんか皆さん。この犠牲者たち何にもしねえくせにバッチだけつけて偉そうなことばっかり言ってる。バッチつける気概があるんならてめえらが北朝鮮へ乗り込んでって死んでこいと言って言いたいんであります。この20年我々は今か今かと待ってる我々どころじゃない。幽閉されてる拉致被害者その人こそが1秒1秒今日か明日か日本の政府が助けにしてくれる、こう希望に、希望と絶望ですよ。絶望の方が多いかもしれない。そういう国でいいんですか皆さんと言いたいのであります。たとえ一人でも他国に誘拐され拉致されたら軍隊を動かしてでも助けに行くのが国家の使命じゃありませんか皆さん。国家の体を成していない、これが悲しいかな戦後の日本なんであります。真の日本を取り返そうじゃありませんか皆さん。日本の本当の姿を取り返さなくちゃいけないのであります。反対。日本を取り返すと言って取り返すこともできず銃弾に倒れたバカがいた。うるせえ。そいつの政権は拉致被害者を一人残らず救済するのが一丁目一番地だと大風呂を広げてた。何もできなかったじゃありませんか皆さん。うるせえ。アベノミクス格差広げただけじゃねえか皆さん。反対。ますます私たちの暮らしは苦しくなっていく、その一方搾取されていく一方、今目覚める時ですよ皆さん。今目覚めるべくしていつ目覚めるんだと私は言いたい。この日本国皆さん方と一緒に真の日本を取り戻す、これを皆さん方にお誓い申し上げて私からは以上となります。ありがとうございました。超国家主義民族論指導名宣伝部部長、そして、こちらございます党同盟機関紙突撃、編集長を務めております稲見亮太による答弁でございます。ご静聴のほどよろしくお願いします。お願いします。水道橋駅ご通行中の皆様、ようやく暖かい日が来たような気がしますが、まだまだ涼しくなる寒くなる日が来ないとは限りませんので、風邪などを召されませんようご注意ください。さて先ほどより同志たちがるる述べられているように、我が国のこの低たらく、そして政治の腐敗、安倍晋三が弾かれようやくまともになるかと思いきや、ますますどうしようもないぐらいに、そしてスケールが小さくちんけなこそ泥まがいな連中がはびこっているのが今この日本社会なのではないでしょうか。どういうわけか口
口から出任せを述べているようなのだ。評論家やコメンテーターなどともてはやされ、そのようなポンコツの意見に左右されて、そして奴らの銭を渡しているだけの、そのようなこの構造がおかしくなっちゃってる現況なのではないでしょうか。挙句の果てに NPO だか、あるいは一般社団法人だか分かんねえけども、そのようなインチキ団体が公金をせしめているような始末。そもそも考えてみれば、あの民主党政権の時、やれ官民連携だの民間主導だのという美名のもとに、やつらはそのようなシステムを作り上げていったのではないでしょうか。そしてその受け皿が、いわゆる政治家クズへ、官僚クズへの餌場と化しているのが、我が国衰退の原因、そして税金や社会保障費がどんどん上がっていく原因なのではないでしょうか。私たち国民の税金は、そのような小じきどもに恵んでやるための金では断じてないわけであります。そのような小じきどもをこの国から駆逐しない限り、私たちの未来というものはお先真っ暗になっちゃうのではないでしょうか。そして先ほども羽賀同士、和田同士が述べられていたように、竹中平蔵や安倍晋三などという、このような国賊をそもそもはびこらすのは誰か。そして東京都庁にいるあのババア、すなわち東京都知事をさらに調子づかれたのは誰か。紛れもなく小泉純一郎そのものなわけであります。その小泉純一郎、どういうわけか目が弾かれて以降、全く姿を現さない。そして竹中平蔵に至ってはパソナの会長を辞めようとか言って責任逃れをしていたのではないでしょうか。いよいよこの品肺炎を利用した利権を漁るという構図が白日のもとにさらされようとしているとき、やつらを監獄に叩き込むだけでは物足りないわけであります。やつらの愚策政策によって将来を奪われた人、そして命を絶った人、この人たちの積年の恨みを叩きつけるには、やつら国賊売国のどもをぶっ殺すしかないわけであります。そしてそれこそがまさに維新なのではないでしょうか。結局は選挙で落とすだろう何だろうと生ぬるいことを言っている以上では、彼らは手を変え品を変え生き続けていくわけであります。その構造を根本から叩き潰すためには、彼らに舐めた真似をしたら、その命だけでなく、その将来、その血脈すらも絶たれるということをしっかりと認識させない限り、この国は決して良くはならないのであります。日本は、我が国は古来より大化の改新、建武の中興、明治維新といった三大維新、その他にも数々のクーデター、一揆暴動などを起こしてきましたが、いつしか戦後、その熱い思いや有形力を行使するという手段は見られなくなり、そのような手段はあくまでも犯罪者の犯罪行為としてしか通用しなくなってしまったわけであります。今社会では、この日本では特殊詐欺やら、そして強盗団などが今巷を逃げわせておりますが、彼らがなぜそのような、いわゆるかつての日本では考えられなかった行動に手段を及ぼすのでしょうか。残念ですが、これはそのような真似をしない限り一攫千金を得られないという、いわゆるロマンの喪失が彼らを犯罪に走らせたのではないでしょうか。つまり彼らを擁護する気などさらさらありませんが、奴らが犯行を起こしやすくなったような、そのような
社会システムにしてしまった政治家や官僚こそが真に糾弾されるべき対象なわけであります。そういう奴らが私は知らんなどと白を切り、そして綺麗事を並べ立てるようなこのような欺瞞に満ちた世の中は直ちに粉砕しなくてはなりません。戦後政治、このようなでかい内容ではなく、今そこにある問題というものを、そして知らないふり見ないふりをしているような、そのような矛盾、このようなものに正面から立ち向かう、そのような勇気を皆さんが一人一人持ってこそ、この世の中少しは住みやすくなってくるのではないでしょうか。今トルコやシリアでは大地震によって大勢の方が亡くなったという報道を見かけます。一説によれば5万人前後、そこまで迫るような勢いになっております。ですが亡くなった方のそのほとんどはいわゆるずさんな建築によって倒壊によって亡くなったと言われています。なぜそのようなことがはびこってしまったのか。建築するときにいわゆる賄賂を渡すとか、そういう方法でインチキな設計をしてたという話があります。このように汚職がはびこってしまえば助かる者も助からず、無駄に生命や財産が喪失してしまうことにつながりかねないわけであります。そういうものをおざなりにしてしまえば、12年前の東日本大震災の時のように、我が国に巨大地震が起きた時、いつどうなるかわからない状態なわけであります。そして今を去ること約20年前、いわゆる偽装建築などで散々叩かれた人たちがおりました。なんとか建築士という人がいました、なんとか社長という人がいましたが、東日本大震災の時、彼が建築した設計した物件はびくともしてなかったという不思議な状況があるわけであります。結局はマスコミのネタのため、そしていわゆるむちゃくちゃな法律によって何かの利益を得ようとするような、そのような工作があったのではないかと思う次第であります。このように腐敗した政治というものは役人や官僚だけでなく、その間にいわゆる影響力の強い資本家、つまり大企業というものが介在してしまうのが実態なのではないでしょうか。ゆえにこれが資本主義の欠点であると私は断言できます。だからといっていわゆる共産主義、社会主義にしろとは断じて言いません。あれこそまさに今のこの世の中以上に利権がはびこり、そして縁故主義がはびこるシステムなのは世界中の国々を見ても、そして過去の歴史から見ても分かるように、いわゆるきれい事を並べれば並べるほどインチキにまみれてしまうのが、これが人間の差がである以上、私たちは新たなる世界的な革命的な価値観闘争によって今までの人間の価値観というものをひっくり返さない限り、同じことを永遠と繰り返す存在なわけであります。私たちの日本、そして人間そのものが未来永劫存続するためには、そのような我が身かわいさで人を売るような連中、あるいは権利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 が欲しいとか言って、あれも欲しいこれも欲しい、俺にもよこせ、もっとよこせ、から全部よこせとかいう強欲な気違い連中どもを
駆逐していく必要があるわけであります、はい、言ってもわからないならば有形力の行使すなわちぶっ殺すしかないわけであります、はい、そうしてこそようやく私たちこの国も少しは良くなってくるのではないでしょうか。一番ぶっ殺されるべき人間は岸田でもなければ小池でもなければ竹中でもないわけです。今生きている限り一番万死に値するのは小泉純一郎なわけであります。あいつのせがれがバカなことを抜かしている間にどん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 おかしくなってしまっている以上、血まついに上げ政治家どもの肝を冷めさせなければならないわけであります。それこそがまさに維新の重要な要なわけであります。売国度がもてはやされるような社会は直ちに根絶せなくてはなりません。永田町に救う売国度、そして我が国の財産を外国に入り渡せる売国度のみならず、亡国の道を走る国賊連中を一掃せよ。私たち日本が永遠に存続するために第四の維新を貫徹せよ。貫徹せよ。そして利権をむさぼり差別を増長するような白人帝国主義の元凶であるアメリカ合衆国、そしてキリスト教文明を打倒せよ。私からの訴えは以上となります。ご清聴ありがとうございました。超国家主義民族の一同盟ホームページ、そして YouTube、Twitter 等ございますんで、超国家主義民族の一同盟で検索してご登録願いたいと思います。そちら、そして私たちは、第1、第3土曜日、こちら水道橋交差点、そして第2、第4日曜日でございます。お隣お茶の水で本部定例凱旋を行っております。お時間のある方はぜひお越しいただけたいと思います。以上をもちまして水道橋超国家主義民族の一同盟水道橋集会を終わらせていただきたいと思います。退院整列よせよ、直れ。ありがとうございました。退院別れ、はい、